見事だユキコ、そしてシズノ。ああ、確かに勝利したのはお前たちだよ。実にあっぱれな単価だった。あとは我々に任せておけ。どうやら頭の霧も少しは晴れたか、ファン・ジンロン。ならば初対面に等しかろうし、名乗っておこうか。私はクリームヒルト・レーベンシュタイン。知った者からはヘルヘイムなどと呼ばれている。そしてこちらは天笠正彦。なるほど、お前が第四のロセイ殿か。どうして豪気な男らしい。俺やそこの女がここにいるのは幾分かお前のおかげなのだと聞いているぞ。ゆえに礼を言わせてもらおう。して早々俺好みのものを見させてもらった。いいな、この時代にも人の勇気は枯れきっておらんようで。結構結構、足を運んだ甲斐がある。策とやらを生んだのがお前ならば、遠慮せずに俺の感謝を受けるがいい。とまあ、状況は理解したかね。ならば早々申し訳ないが、お前には死んでもらう。理由の説明は必要あるまい。土台これは戦争だからね。ずっと手を出せなかった男が丸裸となった好機、見逃す手はないだろう。万戦時、なるほど、先導の極技だったな。文字通りの羽化当選というわけか。いやいや、全く面白い。お前はお前でパライゾを求めるわけか。実に見上げた愛の発露で、人間参加の形だよ。その計り知れない普遍性に俺は尊敬の念を禁じえん。そう、お前の勇気は素晴らしい。故に当然俺と戦う覚悟もあるのだよ。殴るから殴り返せよ。共に踊る喜びも一度は経験してみるといい。存外と病みつきになるかもしれんだろう。なあ、アヘン狂いな同志殿よ。というわけでだ。
真打ち登場ということらしい。よく頑張った。全部お前のおかげだ。ありがとマクだ、ジンロ。お前の一人芝居もここで終わる。もはやどこにも逃げられんぞ。そうか、そうだよ。なあ、もう逃げるわけにはいかんよな。俺はお前をまだ救ってなどいないのだから。幸せになりたいのだな、ヒイラギヨシヤ。それで俺を探していたというわけだな。まったく、いつもいつもいつもお前は怒っているのだものな。救ってやろう、お前たちすべて。ああ、俺は皆が幸せになればいいと願っている。ほうほう、これはまた面妖かつすさまじい。まさにこの世のものとは思えんざまだが、一体何というのだ、あの追弾は。知らんが、私のアラヤも答えようとせん。おそらく名を口にするのもはばかられるものだと言いたいのだろう。もしかすると人間が生んだ神ではないかもしれないぞ。なるほど。であれば一体どこから来てどこへ行く。全ては幻、夢から夢、あれはないものだ。まともに見るな、気が狂うぞ。何にせよ加減の必要はなさそうだ。故に全力で行かせてもらうが、その前に聞かせてくれよ、ヒイラギヨシヤ。俺とお前たちの時間軸はずれている。
察するにあれから4-5年というところかな。であれば俺はお前に負けたのかもしれん。こちらにとってはまだ見ぬ未来の出来事だが、どうだ、天笠正彦は満足そうにしていたか。人は泣きながら生まれてくる。故に死は豪商をもって閉じるべきだと決めているのだ。お前の目から見た俺は見事本懐を果たせていたのか。ああ、腹立たしいほどお前はお前を貫いたよ。ならばよし。少なくともこの場のお前は俺を超えた男であると認識した。ならば指揮下に入るのもやぶさかではない。未来は枝分かれする葉脈のごとし、よっていずれお前となる者にあちらで会えるかは不明だが、今はその可能性に敬意を示そう。つまり具体的に言うとだな、俺に首輪をかけるならここしかないぞということだ。今日が乗れば俺はどこまで走り始めるか自分でも分からん。お前につける薬などない。ここで何を言っても散歩歩けば忘れるだろう。好きにしろよ。熱心なバカほど手に負えん部下はない。お前のことは自然現象のようなものだと理解している。それでこちらの障害となれば言うまでもない。二度とお前のような奴と戦いたくはなかったが、そういうことだ。なるほど、実に明快だ。これは未来が楽しみでならぬ。俺にとってのパライゾは至る所に萌芽の兆しを見せているということか。今後この身はあらゆる未来の過渡期に現れ、存分に人の愛と勇気を堪能しよう。素晴らしい、実に実に素晴らしい。全てが光り輝いている。これほどの祝福が天下にあろうか。はあ、俺は招かれればどこにでも行くぞ。お前たちを愛するためにな。おめでたい男だ。ともかくだ、今は終わらせるべき夢が目の前にあるのを忘れ、